はい、日本じゃ。結構のんびりしてるな。この辺の人に慣れてるのかもしれない。雨を避けて油ゼミがいる。こういうところに逃げてるのかな。はい、樹液を飲んでます。はい、巻貝みたいなカタツムリですね。結構大きめのものですけど、なんだろうね。さすがにわかんないな。面白いカタツムリですね。哺乳類の巣穴がありましたね。なんでしょうね、アナグマか。まあ、初めに穴を掘ったのはアナグマだと思うんですけど、今何が使っているかちょっと分かりませんね。はい、アナグマでしょうか。まあ、こんな風に斜面を利用して穴を掘っている場合が多いですね。はい、カエル一種目、ヌマガエルですね。結構元気ですね。やっぱりちょっと日が落ちたら道路に出てきているみたいですね。結構な数が道路上にいます。はい、2種類目、アマガエル。アマガエルでございます。はい、はい、トノサマガエルですね。3種目、ちょっと分かりにくいですけど、雨降ってるんで行きましょうか。よし、はい。なかなかこいつ攻撃的だな。いますね。うん、はい、マムシですね。かなり攻撃的なやつですけど、今年マムシよく見るな。でこいつはダニついてますね、体に。あのぷくってなってるとこですけど、はい、マムシでした。はい、はい、アカガエルですね。日本アカガエルかな。どっちだろう。はい、アカガエル。はい、こちら。やっぱり雨になると出てきますね。キノコ生えてますね。傘の大きさがだいたい15センチぐらいかな。だいぶ大きなキノコですけど。ちょっとキノコはね、種類が分かりませんね。あ、なんか光で何か気づいたかな。おかしいと。卵を抱いてますね。トビズムカで。こっち見とる。こんな感じなんやね。本当に抱いてるんですよね。守ってんやな。何？セミヤドリガ。セミヤドリガがついた日暮らしだそうです。寄生性のガ。はい。こんな木の根元にアリ地獄ができてますね。これですね。やはり地獄がいました。ちょっと申し訳ないが出てきてもらいました。こいつですね。アリ地獄。こんな木の根元にも作るんですね、巣を。だいぶ大きいですね。この大きさ初めて見たな。悪かったな。帰っていただきましょう。やりではありません。胸赤大アリです。でかいな。胸が赤いでかいアリ。胸赤大アリ。いい色のアマガエルがいますね。なんでしょう、これ泥に擬態してるんですかね、これは。どんな色なんでしょうか。ちっちゃいですが、これがヒルですね。結構素早く動いてきてますが、
こんな感じでですね、湿ったところには結構いますので注意しましょうね。先ほどもイオさんが吸われてましたね。こうシャクトリムシみたいな動きで移動してますね。本当だ。はい、種類不明ですが公害ビルですね。こいつは人の血は吸わないやつです。なんだろう、頭が特殊な形をしていますがハンマーヘッド状ですね。はい、マルハナバチがお亡くなりになっていますね。イネアカオオアリの餌食になっている。白筋カミキリだそうです。残念ながら亡骸ですが、僕が舌出てますけど、舌が収まりきってないな。なぜだ、捕まえてるかな悪いな。しかしあんまり緩めることもできんのだ。この首の黄色いリングがいいですね。それが特徴。腹側、腹側、腹側。今の山川菓子はここから、この穴から出てきたそうです。この岩の下に何かあるんかな。あ、ヒル。は？どこ？うわ、来てる。